参りました。私の負けです。手合わせありがとうございます。さすがに疲れましたね。今日の鍛錬はここまでにしておきましょう。神竜様の気迫には驚きました。神竜様は強くなると言いましたが、ここまで力をつけるとは驚きです。ザフィーアのおかげですよ。あなたを守りたいという気持ちが私のことをここまで強くしてくれたんです。赤くなるとは珍しいですね。守るなどと言われたのは初めてで、どう反応したらいいか分かりません。鬼のような気迫があっても、あなたはとても繊細な心を持っています。だからザフィーア、この約束の指輪を受け取ってください。私にとってあなたは大切な存在です。この指輪はその印、どうかパートナーになってはくださいませんか。私は幸せになっていいのでしょうか。もちろんです。あなたは痛みを知っている人ですから、心に痛みを持つ人は幸せにならないといけません。神竜様、わかりました。その指輪、ありがたく受け取ります。ザフィーア、これからもよろしくお願いします。ただ守られるのは性に合いません。私もあなたを守り、そしてこの手で必ず幸せにしてみせますよ。